さあ、第5試合が異種格闘技戦となっております。2分3ラウンド、正美選手対松本美和子選手。はい、今なかなか男子のプロレスでもね、はい、以前よりも異種格闘技戦というのはまあ少なくなっているんですが、はい、まあ、この女子のね、はい、異種格闘技戦がまあこう行われるというのがまたこの着力のね、ガールズブラボー この魅力といいますか、はい、ならではのマッチメイクですよね。そうですね、はい、ラウンドワン。正美選手はキックボクシングで、松本美和子選手はプロレスでございます。まあ、正美選手は本当にね、こうクラッシュですとかいろんなところでもう本当に、試合積んでますし、まあ、チャンピオンを目指そうというかね、はい、まあ、バリバリのキックの選手ですよね。そうですね。そう、さあ今ダウンを取られました。これ10カウントになると KO 負けになります。さあ、ダウンはフリーノックダウンなので何度倒れても大丈夫です。さあ、これは猪木あり状態ですか。ありましたね。これもまあありということですね、はい、まさにね、これでもいいということです、はい、まさに異種格闘技戦の醍醐味ですね。そうですね、まあ、松本美和子選手は本当にこういうね、異種格闘技戦は初めてだということですけどもね、はい、以前田村作鳥羽選手はボクシングでね、はい、ボクシングルールで戦ったことがあるらしいんですけども、はい、まあ、初のチャレンジということですよね。さあ、これはどうなるんでしょうか。いや、プロレスの世界でもね、この松本選手というのはなかなか突拍子もないね、はい、相手が思いつかないようなことをやるね、はい、タイプですから、まあ、はい、この人の異種格闘技戦というのはやはりね、ちょっと見ものですね、はいはい、さあ何をしてくるのかがわからない、はい、痛い、まあ、ちょっと今もう泣きそうな顔になってますけどね、痛いと言ってますね、はい、残り30秒。さ、ローキックを嫌って今、まあでも結果的にちょっと蹴られちゃいますからね。そうですね、どうしても下にいても蹴られますからね。自分から下にね、また逆に下から攻撃していけばいいんですけども、これだとちょっと蹴られっぱなしになってしまいますね。はい、ちょっといや、ちょっと蹴られ放題ですよ今。そうですね、なんとかちょっとこれレスラーの意地を見せてね、反撃してほしいですけどね。これ1ラウンドが終了しました。はい、ちょっと1ラウンドはちょっといいとこなかった。何か攻撃を。そうですね、はい、ラウンド2。さあ、また何かちょっと違う作戦でね、行ってほしいんですが、もういきなりダウンですよ。倒れてしまいました。いや、これはちょっと松本選手頑張ってほしいですね。と言いましたね、今ね。ちょっともう涙ですね。続行と言われたらと言いましたからね。さあ、ハイキック。いや、正美選手の蹴りがやっぱりすごいんですよね。まあ、昨年の12月のガールズブラボーではね、はい、デボラ・ケイ選手をこれ右ストレートで KO 勝ち。はい、あのデボラ・ケイ選手を KO できるパンチ力ですからね。まあ、プロレスラーを葬ってますからね。ダウンじゃないと言ってますね、今。できる。いや、ちょっとこうね、相手をどっかでこう油断、おっと、おっと、隙をついて、おっと、行きた、おっ、おっと、落としていきましたね。スターのかかと落とし。行きましたね、今ね。あっと、落とし方。シャイニングウィザード行きたかったんですけどね。あった、そうはさせてもらえないバックスピック。いや、正美選手がちょっと強烈ですね、これね。強いですね。今ちょっとね、プレスサッポーがね、出そうだったんですけども、おっと止めました。
出る前にちょっとこれ止められてしまいましたね、これね。レフェリーが試合を止めました。いや強い、まさみ強し。ということで、まさみ選手テクニカルノックアウト勝ちになります。まさみ選手の勝利。さあ大丈夫でしょうか。勝利を収めました正美選手には着陸機テンフィールド代表あなたひろみより金メダルが贈呈されます。また敗れました松本美和子選手にも健闘をたたえまして銀メダルが贈呈されます。写真撮影をお願いいたします。